皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。 5.15 事件に8月18日の政変。日本史は日付を事件名にした単語が多くてややこしいわ。違いないな。この他にも 3.15 事件や五四運動、さらには3月事件や10月事件などもあるぜ。ただこのチャンネルで頻繁に登場するのは戦前に起きたクーデター未遂である 2.26 事件だろうな。2.26 事件は昭和維新を掲げた青年将校たちが、政府要人を襲撃したり、永田町や霞が関などの一帯を占拠した事件よね。このチャンネルでも登場する事件だけど、事件が起きた背景や事件の経過を前から知りたいと思っていたの。投稿する時期的にも良い頃合いじゃないかな。確かにな。それじゃあ今回は、2.26 事件の首謀者の一人である、安藤輝蔵について解説するか。彼は青年将校の一人として 2.26 事件に関与し、後の軍法会議で死刑となった人物だ。ワクワク。安藤輝蔵は大正末期から昭和初期に大日本帝国陸軍に在籍した人物。彼は大正15年1926年に21歳で歩兵少尉となり、昭和10年1935年、退位の時に第2大隊第6中隊長に昇進する。安藤は部下を愛する気持ちが人一倍強く、情に厚く決して威張ることのない人物だったため、多くの下士官から慕われた。見習い士官時代には、指導係で昭和天皇の弟である秩父宮康人親王から、中隊長時代には、軍務局長で将来の陸軍大臣とされた永田鉄山少将から将来を期待されるなど、安藤の人格は陸軍内でも高く評価されていたぜ。確かに写真からは、彼の優しい性格や意志の強さが滲み出ているわ。違いないな。ただ彼が生きた時代は昭和恐慌に伴う農村の窮乏や、満蒙の危機に伴う国際的な緊張が高まっていた。国内外で様々な問題が山積する中、1930年代の陸軍では、行動派と統制派による派閥争いが常在化する。行動派と統制派の派閥争いは、統制派の中心人物永田鉄山の動画で解説したわ。永田は派閥争いの末に、行動派将校の相沢三郎中佐に惨殺された記憶が、よく覚えているな。相沢事件の前から行動派は追い詰められており、行動派の青年将校たちはあがきとして、昭和11年1936年2月26日に昭和維新を掲げ、2.26 事件を起こす。安藤は決起に反対したが、同志を見殺しにできないとし、直前に参加を決断。だが昭和維新は昭和天皇の怒りを買い失敗し、安藤を含めた青年将校たちは翌年に銃殺刑となる。昭和天皇が青年将校たちの行動を許すはずがないわ。ちなみに安藤は 2.26 事件で誰を襲撃したの？昭和天皇からの信頼も厚かった鈴木貫太郎侍従長だ。鈴木は安藤のとある行動で一命を取り留めるが、その後の歴史を見るなら、安藤の行動が後の日本に与えた影響は大きかった。統制派と行動派の対立に、2.26 事件における安藤の行動、気になることばかりだわ。わかりやすく解説するぜ。それじゃあ今回は、2.26 事件の首謀者であり、行動派の両親、安藤輝蔵大尉について解説する。ぜひ最後まで見ていってくれよな。わーい、楽しみ。それじゃあ、本編スタートだぜ。安藤輝蔵は明治38年1905年2月25日に、中学校の英語教師を務める安藤英二郎の三男として誕生する。安藤は石川県金沢市で誕生するが、それは父が転勤中に生まれた子だからであり、安藤や父の本籍は岐阜県揖斐町、現揖斐川町だった。安藤の父は揖斐町で、幕末に尊王攘夷を掲げた思想家棚橋幸平から国学や漢学、儒学なども学び、安藤もその影響を受ける。安藤は江戸時代に民衆のために放棄した大塩平八郎に感銘を受け、身を殺し、もって仁をなすという大塩の教えを自らの生きる信条とした。身を殺し、もって仁をなすとは、自分の命を投げ打っても、仁愛のために他者に尽くすこと。安藤の人を思う気持ちの強さは、大塩の精神が影響しているのね。その通りだ。さて、父の仕事の影響で全国を転々とする安藤だが、大正10年1921年、15歳の時に仙台陸軍幼年学校に進学する。2年後に安藤は士官学校に入学するが、当時の士官学校は予科と本科に分かれており、予科を終えた学生は士官候補生として毎月勤務を行う規定があった。安藤は大正13年1924年、18歳で予科を卒業し歩兵第3連隊第6中隊に配属されるが、指導係は昭和天皇の弟君秩父宮康人親王中尉だったぜ。戦前の天皇は、大日本帝国陸海軍の大元帥という立場。昭和天皇だけでなく、
皇位継承権のある弟君たちも軍人になることが義務付けられていたのか。その通りだ。秩父宮は性格の優しい安藤を気に入り、安藤も秩父宮を兄のように慕う。秩父宮は日本の行く末を憂えており、代々木練兵場の小高い森で安藤たちに、これからの日本はどうあるべきかという疑問を投げかけたこともあった。当時は列強が東アジアに植民地支配を広げ、日本もその波に飲まれないようにもがいていた時代。一方で貧富の差や、満州の権益をめぐり日本と中華民国の間で対立が起こるなど、国内外で様々な問題が起きていた。秩父宮は日本のあり方を、どのように考えていたのかしら。秩父宮は、今の日本の国力ではアジア全体の指導国になることも、国際的な信用を列強から得ることも難しいと述べた。そして低迷する日本人の国民精神を振起すること、腐敗した政治を刷新して国力の充実を図ることが重要だと安藤に伝えたんだ。秩父宮は安藤に日本を立て直すためには、まずは足元を見るべきと諭したのか。安藤が秩父宮から学んだことは大きいと思うの。その通りだ。やがて安藤は大正15年1926年7月、20歳の時に士官学校を340人中207番の成績で卒業する。当時の士官学校の校長は、精神主義や日本主義を教育方針にしていた正木仁三郎少将で、安藤は彼からも影響を受ける。安藤は士官学校の第38期の卒業生で、同級生には権力者への反発心を持ち続ける磯部朝一などが在籍し、彼との交流は卒業後も続くぜ。安藤は10月に歩兵少尉となり、東京の第一師団に所属する歩兵第三連隊の配属を命じられるが、2ヶ月後の12月25日に大正天皇が崩御した。大正天皇の崩御とともに、年号はついに昭和になるのか。ああ。軍人としての一歩を踏み出した安藤だが、大正7年1918年に終結した第一次世界大戦を経て、世界は軍縮に傾きつつあった。大正13年1924年6月に発足した加藤高明内閣は、大規模な軍縮を1925年に断行し、相当数の将兵のリストラと各師団の削減が行われる。この軍縮は陸軍大臣の宇垣一成中将が主導し、宇垣軍縮と呼ばれたぜ。当時は師団の規模が各地域の格付け的な意味合いもあり、一連の軍縮は国民に軍部蔑視の風潮を生み出したため、軍内で宇垣に反発する者も増えた。私たちが考える以上に、当時の軍人は肩身が狭かったと。軍人になったばかりの安藤的には複雑ね。そうだな。また宇垣は宇垣閥という強大な派閥を形成しており、荒木貞雄中将や正木等の宇垣に冷遇されていた者たちは宇垣に反発する。荒木や正木はもちろん、永田鉄山中佐などの陸大出身のエリート中堅層も、打倒宇垣閥を掲げ軍の改革を目指した。陸軍は共学歴社会で、陸大を卒業しないと参謀本部や陸軍省などの軍中央に配属されることは難しく、軍政や軍令の改革を行うことは難しかった。安藤ら陸大に進学しない青年将校は徴兵された兵卒の指揮が主な責務で、安藤は昭和4年1929年に、歩兵中尉として第3大隊第11中隊府に配属となる。さらに昭和6年1931年、25歳の時に静岡県出身の房子という女性と結婚し、後に二人の息子に恵まれた。安藤もついに結婚か。家庭での安藤はどんな感じだったの？親戚から照蔵さんは話をしますかといった挨拶が交わされるほどに、家庭での安藤は物静かだった。生涯の伴侶に恵まれた安藤だが、昨年頃から日本では世界恐慌に端を発した昭和恐慌が発生していた。生糸や農作物の輸出量の減退、1930年の豊作に伴う米価の下落等の影響に伴い、東北を中心とした農村は壊滅的な被害を受ける。安藤を含めた青年将校たちは、農村や漁村から徴兵された兵卒から、姉の身売りや実家の窮乏の話を直に聞き、心を痛める。人を思う気持ちが人一倍強い安藤は、給料の大半を兵卒やその家族に割いており、自らは赤貧暮らしを貫いた。赤貧暮らしは大変だけど、安藤の生き方に房子夫人も共鳴していたと思うの。多分な。国内外の問題が山積する中、青年将校の中には北一揆という思想家が表した、日本改造法案大綱に感化されるものも増える。北は天皇と国民が一体化した民主主義国家の樹立を提唱し、財閥や官僚などの特権階級や、天皇をたぶらかす君側の官を批判した人物だ。日本改造法案大綱は北による国家改造計画を具体化したもので、私有財産の制限や財閥解体、皇室財産の削減などの提案が明記されていたぜ。北の思想は天皇を肯定しつつも、資本主義や国体のあり方を否定するもの。政府的には北の思想は受け入れられないのでは。
確かに日本改造法案大綱の前身、国家改造案原理大綱は過去に発禁となっており、日本改造法案大綱は版権を譲られた西田三次という活動家が発行したもの。安藤や磯部などの青年将校たちは二人に影響を受け、昭和維新や尊王統管を合言葉に、政治腐敗や昭和恐慌などの打開と天皇政治の実現を訴えた。陸大に進めなかった、進まなかった者たちは学歴的に軍の改革ができない立場。昭和恐慌に心を痛める安藤たちにとって、日本改造法案大綱は聖典のようなものだったと。その通りだ。この頃には安藤以外にも、国家改造を目論む勢力が存在した。昭和5年1930年9月に、陸軍参謀本部の橋本金五郎中佐が、超国家主義的な秘密結社である桜会を結成する。橋本は昭和6年1931年3月に、宇垣を主犯とする軍事政権の樹立を目指す3月事件を起こすが、稚拙な計画ゆえに失敗し、宇垣の権威も失墜する。9月18日には関東軍の石原幹事中佐が、満州宝典付近の遊城湖で満鉄の線路を爆破し、それを中華民国の犯行と主張し満州一帯を占拠した。民政党の若槻礼次郎総理大臣は、石原の主導する満州事変を収束できずに、12月13日に内閣を総辞職した。3月事件に満州事変。軍縮を経て国内では軍国主義が台頭し始めたのか。確か若槻内閣総辞職後は、政友会総裁の犬飼剛が内閣を発足したわね。よく覚えているな。若槻内閣の陸軍大臣は、宇垣抜の南次郎陸軍大将が就任していたが、永田は政友会とのコネを通じ、荒木を犬飼内閣の陸軍大臣に就任させる。荒木は昭和7年1932年1月に、福神たる正木神三郎を参謀次長に就任させると、宇垣抜や桜会の残党を軍の中央から駆逐。荒木の陸軍大臣就任に永田はもちろん、安藤を含めた青年将校たちも歓喜したぜ。永田はともかく、なぜ安藤たちも荒木の陸将就任を喜んだの？荒木が青年将校たちから改革派と思われていたからだ。荒木は青年将校と友達感覚で接し、自宅に彼らをたむろさせ、明け方まで通院することもあった。さらに青年将校同様に対ソ非戦論者で、日本軍を皇軍と呼ぶなど、精神論を重視していた。荒木は軍内で勢力を確立するため、自らを信奉する陸大出身者を軍中央の要職に、青年将校たちを東京の第一師団に集める。こうした荒木を信奉するごく一部の陸大出身者や、青年将校による派閥を行動派と呼ぶぜ。青年将校と友達感覚。荒木の行動は規律や統制を重んじる他の軍人から顰蹙を買いそうだし、下克上的な雰囲気も作り出すわね。鋭いな。行動派に反発する陸大出身の中堅層たちは、永田を中心に結束する。永田を中心とした集まりを統制派と呼ぶが、実際には行動派のような明確な派閥的団結はなかったとされるな。さて安藤が登場しないまま展開する動画だが、昭和7年1932年5月15日、安藤が26歳の年に犬飼剛が暗殺される 5.15 事件が勃発した。事件の主犯は三上卓中尉や小賀清中尉などの海軍の青年将校だが、襲撃隊には陸軍士官学校本科生も含まれた。三上たちは安藤や大倉栄一ら陸軍側の青年将校にも決起を呼びかけたが、安藤は時期尚早と考えて、事件に関与しなかった。安藤は 5.15 事件をどのように感じたのかな？安藤は部下の候補生たちに、犬飼首相は腐敗堕落した政党政治家の中にあって、数少ない精神気骨の死であったことだけは、知っておいてほしいと述べた。その一方で、農村の窮乏や政治の腐敗に手を打たない政府に軍事で厳しい批判も行う。候補生たちは、安藤の国を思う気持ちに、心を打たれたとされる。そんな安藤だが、彼は若者ゆえにわからないことも多い。正確な時期は不明も、安藤は革新政策の是非を問うため、昭和8年1933年に青年二人ととある人物の元を訪れた。それが、天皇に側近奉仕する侍従の長、侍従長の立場にあった鈴木貫太郎予備役海軍大将だ。侍従長は天皇の最側近たる存在。鈴木は27歳の若者である安藤に何を伝えたの？鈴木は安藤に親しく歴史観や国家観を解き諭し、安藤は今日は誠にありがたいお話を伺って、胸がさっぱりしましたと深々と頭を下げた。帰り道、安藤は鈴木閣下は見ると聞くとは大違いだ。あの方は西郷隆盛にそっくりだと述べるなど、鈴木に強い敬意を抱くぜ。さて話を戻すと、犬飼内閣退陣後は穏健派の海軍大将斉藤誠が内閣を発足し、荒木は陸軍大臣を留任する。
だが改革を口にするだけの荒木は、統制派はもちろん行動派からも見限られ、昭和9年1934年1月23日に陸軍大臣を辞任。後任の陸軍大臣は行動派よりとされた陸軍大将、林千十郎が担うが、林はすでに行動派の面々を見限り、統制派のボス永田を軍務局長に就任させる。永田は林の権力を背景に、統制派の復権を図るぜ。ということは、ああ、陸軍中央に復帰した永田は、8月に柳川平助陸軍次官、畑真嗣憲兵司令官等の行動派の重鎮を軍中央から排除。同月に安藤は大尉に昇進し、第三大隊の副隊長になるが、統制派による行動派の駆逐は続くぜ。11月には安藤の同志である村中隆次大尉と磯部朝一一等主計が、士官学校の生徒と共謀し、元老や重臣を襲撃するクーデター計画が漏洩。磯部や村中は拘束監禁の末に不起訴となるが、翌年に停職を言い渡される。計画に安藤も加担したとされるが、安藤は罪に問われなかった。クーデター計画の漏洩。磯部は青年将校の中で過激派のイメージがあるわ。それは否めないが、磯部たちの計画自体が、統制派で士官学校に派遣されていた参謀本部好きの辻正信隊員によるでっち上げ説も根強い。統制派は過激な青年将校の急先鋒である磯部たちを潰すつもりだったのかもな。行動派の駆逐が順当に進む中、安藤は昭和10年1935年1月17日、29歳の年に歩兵第3連隊の第2大隊第6中隊長に就任する。第6中隊は安藤の父秩父宮が、中隊長を務めた由緒正しい殿下中隊。安藤が第6中隊に就任した背景には秩父宮の口添えもあり、秩父宮は安藤に、第6中隊の伝統を守ってくれよと激励した。秩父宮と安藤はこの時点でも交流があったのね。ただ安藤は行動派の青年将校。中隊を動かせる安藤を中隊長に就任させるのはリスクがあるのでは。いや、安藤は直属の上司出信時歩兵第3連隊長に、直接行動はいたしませぬと証文を提出する。また安藤の高潔な性格は統制派の永田も知っており、安藤の第6中隊長就任を喜んだ。安藤は第6中隊長として下士官と将校の教育を計画するが、その計画に賛同したのが永田だった。永田は計画に多額の予算を割き、安藤ならば大丈夫だ。教育構想、講師の人選、運営などは一切安藤に任せて、決して干渉はするなと述べるなど、安藤に全幅の信頼を寄せている。秩父宮に永田鉄山。二人の信頼の高さからも、安藤の性格の高潔さが伺えるわ。違いないな。ただ永田と林はその後も行動派の駆逐を図り、教育総監の立場にあった正木も7月15日に更迭される。荒木に代わり正木は今や行動派の希望だったため、この措置に青年将校たちは激怒したぜ。また正木更迭後に行われた軍事参議官会議で、荒木と正木は今回の人事に立腹するが、この会議で二人を言いくるめたのが渡辺丈太郎陸軍大将だ。結果的に渡辺は、正木の後任の教育総監に就任するぜ。渡辺は正木更迭の影の盾役者。青年将校は渡辺にも立腹しそう。そうだな。ちなみに当時は、陸軍大臣、参謀総長、教育総監の三職が陸軍最高幹部の陸軍参長官とされた。これらの最高ポストの人事は制度上は陸軍大臣が握っていたが、長い間の慣行で、陸軍参長官の合意が必要だった。正木が教育総監の罷免に反対する中、林は正木の更迭を強硬に主導したため、正木を含めた行動派の面々は、林を統帥権の甲板と批判。時を前後して磯部と村中が、祝軍に関する意見書を陸軍内でばらまき、軍の体制を批判したため、8月2日に二人は面官となる。林が永田の傀儡であることは誰の目にも明らかで、行動派は正木の更迭や磯部たちの面官に関与したのは永田と感じた。ここまで永田への批判が高まると、永田の危険が危ないわ。鋭いな。8月12日に永田は、安藤と親交のあった行動派の青年将校、相沢三郎中佐45歳に陸軍省内で白昼堂々惨殺される。事件当日に磯部は西田から事件の予兆を聞かされており、急いで陸軍省に向かうが、そこで目にしたのは永田の死に狼狽する中央幕僚の姿だった。磯部はその様子をあざけり、昭和維新を完遂すると決める。磯部や村中は水面下で、行動派の山下智之軍事調査部長や正木らと接触し、彼らが昭和維新の決起に賛意を示していることを確信するぜ。いくら行動派が劣勢でも、クーデターを山下や正木が許すはずないのでは。安藤もそう感じ、昭和11年1936年2月上旬、30歳の時25、6名の将校を連れ山下邸を訪問する。
数日前に山下は相沢の面会に訪れており、相沢の近況を安藤たちに報告した。相沢の裁判は1月28日から開廷中で、行動派は公判を統制派批判に利用するため、法廷闘争を展開していた。山下は相沢のことをどう思っていたの？山下は、永田を切り殺した時の相沢の切り口は見事だったと述べ、彼を擁護している。話題が総理大臣の岡田圭介に移ると、山下は岡田なんか、ぶった切るんだと目を見開いて述べた。山下邸の帰路、安藤たちは山下の発言の真意を議論するが、安藤は重苦しく押し黙るしかなかったぜ。青年将校たちが昭和維新に弾みをつけたのは、2月13日に安藤と野中四郎隊が決起主意書を携え、再度山下邸を訪れた時だ。決起主意書？これは決起の理由を昭和天皇に伝達するもの。要約すれば政治家や官僚、統帥権を干犯する軍人たちが昭和維新を妨げる理由であるとし、これらの奸賊を誅滅すべきと書かれている。さらに正木を総理大臣とした軍事政権を樹立し、準備段階として戒厳令を敷くなどの具体的な要求も盛り込まれていたぜ。山下は決起主意書を数箇所添削したが、ついに一言も発しなかった。山下は青年将校の決起を認めたようなものね。そうだな。ただ安藤は決起に反対の立場を取り続けており、2月10日、2月18日の青年将校たちの会合でも同様の姿勢を見せる。磯部や村中は昭和維新の断行を主張し続けたが、面会した二人は軍を動かせる立場になく、安藤抜きでは計画の失敗は明らかだった。一方で統制派は青年将校の不穏な気配を察知し、青年将校の多くが所属する東京の第一師団歩兵第一連隊や、歩兵第三連隊を満州へ派遣させる。通達は2月22日に下され、出立は3月1日に決まるが、安藤はすでに覚悟を決めていた。ということは、ああ、通達が決まった2月22日、安藤は同志を見殺しにできないとして、昭和維新に参加することを決めた。安藤は安藤が立てば三連隊は動くと呼ばれるほど、兵卒から期待と信頼を得ており、彼の参加で昭和維新はテロからクーデターの様相を示し出す。昭和維新の決起は連隊の満州派遣前の2月26日と決まり、磯部たちはこの間に支援者から軍資金も得る。軍則の艦たる暗殺対象は2月21日に概ね決まっており、安藤の襲撃相手は過去に告示を話し合った鈴木艦太郎侍従長に決まった。安藤は自ら鈴木の襲撃役を名乗り出るが、理由は侍従長宅の間取りを把握していたこと、暗殺するならせめて自分の手でと思ったためだ。侍従長は昭和天皇の最側近。彼らを襲撃して安藤たちはただじゃ済まないわ。青年将校たちは昭和維新終結後に腹を切るつもりでいた。彼らは権力の行使を目指した統制派や桜会と異なり、軍則の艦の排除後は昭和天皇に全てを委ねるつもりだったとされる。また 5.15 事件の主犯である三上たちの刑期は15年と短く、全国から彼らに同情する嘆願書も届く。 5.15 事件の判決も、青年将校の決起の要因となった点は否めない。2月26日の明け方から青年将校たちは1473名の兵力を率い、各地の持ち場へ向かう。それはくしくも、安藤の31歳の誕生日の翌日のことだった。さて2月26日午前5時、磯部、村中、甲田清貞隊が約150名の兵を連れ陸軍省を占拠する。同時刻に野中ら約400名が、警察権発動停止を目標に警視庁も占拠する。さらに5時5分頃に中橋元明中尉が約100人の兵を連れ、岡田内閣の大蔵大臣高橋惟清の邸宅を襲撃して殺害に成功。そして境直し中尉などが率いる約150人が、当時は内大臣の任にあった斉藤誠の邸宅を襲撃し、同じく殺害に成功するぜ。斉藤の妻春子は撃つなら私を撃ちなさいと、斉藤の前に立ちふさがり、腕に重傷を負う。大蔵大臣に内大臣。青年将校は昭和天皇の側近中の側近の暗殺を断行したのか。そういえば山下に暗殺を示唆されていた岡田はどうなったの？岡田ももちろん襲撃対象で、午前5時10分に栗原康秀中尉ら約300名が総理官邸を襲撃する。栗原たちは警察官4人を銃撃戦の末に殺害し、岡田と思われる人物も射殺するが、それは岡田の義弟である松尾伝蔵だった。岡田は女中部屋の押し入れにかくまわれたが、この時点では暗殺されたと思われていたぜ。ただ青年将校が首相官邸を出入りしたため、岡田は押し入れから出られなかった。義弟は気の毒だけど、岡田は命拾いしたのね。そうだな。そして同時刻に安藤が、150名の兵を連れて鈴木邸を襲撃。安藤は部隊を2つに分け、一隊を安藤が、もう一隊を永田総長が率いるが、最初に押し入れの襖にいた鈴木を発見したのは永田の部隊だった。
すぐに安藤隊の道後見総長も鈴木のいる部屋に合流し、道後見は監督覚悟しろと発砲を命じる。鈴木は左足付け根、左胸、左頭部に銃弾を浴び、畳は血の海になるぜ。遅れて安藤が襲撃部屋に到着すると、そこには兵士たちに囲まれて倒れている鈴木と、鈴木の妻である高夫人がいた。鈴木はまだ息があり、下士官は安藤にとどめを刺すよう促したため、安藤は軍刀を抜く。だが高夫人は、老人ですからとどめはやめてください。どうしても必要というなら私がいたしますと気丈に叫んだぜ。安藤の判断は、安藤はうなずいて軍刀を収めると、鈴木侍従長閣下に敬礼すると号令をする。そして鷹の前に歩み出て、誠にお気の毒なことをいたしました。我々は閣下に対しては何の恨みもありませんが、国家改造のために、やむを得ずこうした行動を取ったのでありますと語る。鷹があなたはどなたですと質問すると、安藤は安藤輝蔵とのみ答え、その場を去る。安藤がとどめを刺さなかったのは、蘇生の可能性がないと思えるほどに現場が凄惨だったこともあるが、鷹の物怖じしない姿に感銘を受けたことも大きい。それは間違いないわ。斉藤に鈴木。軍人の妻は度胸があるわね。違いないな。さて話を進めると、警視庁は野中の手で占拠されたが、実際は通信機器は外部に繋がっており、警視庁の各部署長は警視庁占拠時点で状況を知っていた。警視総監たちが神田西機長警察署に非常警備総司令部を設ける中、襲撃先から続々と各地の惨状が知らされる。高夫人は過去に昭和天皇の高尊御用係として仕えた経緯があり、高を通じて昭和天皇にも襲撃が起きたことが伝わる。昭和天皇は軍装に着替え執務室に向かうが、青年将校を俗軍と呼ぶなど、激しい敵意を持つぜ。当然だけど昭和天皇は青年将校を支持せずか。この時点で昭和維新の失敗が確定したのでは？そうだな。ちなみに事件発生から40分後の5時40分に、元内大臣の牧野信明も河野久志隊ら8人に襲撃されるが、難を逃れている。さらに午前6時に安田豊将尉ら30人ほどが、渡辺丈太郎教育総監を襲撃した。渡辺は陸軍省に連行されるはずだったが、結果的に暗殺される。事件から1時間も経つのに渡辺の元に連絡がなかった点から、渡辺の身辺に行動派の内通者がいたという説もあるぜ。また、6時35分頃には後藤文雄内務大臣の官邸も襲撃されるが、後藤は外出中で難を逃れている。永田に続き、行動派に恨みを買った渡辺も暗殺される、か。これで青年将校は君側の官を全員襲撃したと。そうだな。安藤を含め、各地の襲撃を終えた部隊は占領された陸軍省に集結し、岡田に斉藤、高橋や渡辺、そして鈴木の襲撃成功を知る。安藤はいよいよ昭和維新が達成するのかとつぶやき、部隊の前で決起主意書を読み上げ、今回の行動の目的を初めて鮮明するぜ。また林の後任の陸軍大臣川島義行大将は、6時半頃に磯部や甲田と会見し、甲田は川島に決起主意書を読み上げた。川島は事態が安定するまで選挙体制を維持する、正木などの行動派の重鎮を陸軍省に招致するなどの、青年将校の要求を受け入れる。8時頃に青年将校の要求通りに荒木、正木、山下などの行動派の面々が陸軍省に現れるが、正木は君一等の勲章を胸にぶら下げており、磯部たちにお前たちの心はようわかっとると述べたとされる。正木は明らかに青年将校の行動に、協力的かつ好意的なのね。本当に自分を主犯とした軍事政権が樹立すると思ったのかしら。その可能性はあるな。ちなみに青年将校は軍上層部と交渉する者、部隊を率い各地を襲撃占領する者に分かれており、安藤は部隊の指揮に従事した。部隊は9時頃から東京朝日新聞社などの各新聞社、政治の中枢である永田町、霞ヶ関、三宅坂などの一帯を占領する。安藤率いる部隊は三宅坂の三叉路に移動し、天幕を張り合いした。正午には荒木や正木も加わる形で、軍事参議官たちによる非公式の会議が行われ、穏便に事態を収拾させるという方針も決まるぜ。行動派はもちろん、軍部には親が子供の尻拭いをしてやろうという心境を持っていた者もいて、この時点では昭和維新が成功する可能性もあった。そうなのね。さて、事件から1日後の2月27日午前3時の真夜中に戒厳令、つまり治安悪化や過激な暴動を中止させるための緊急処置が敷かれる。この戒厳令は満州事変の首謀者石原が、事態収束を川島に強く働きかけたもので、青年将校鎮圧を目的とした布石。だが青年将校から見ればこの戒厳令は、自分たちを鎮圧するものか、昭和維新を果たすために戒厳令が敷かれたものかがわからなかった。
岡田はこの時点で死亡したと思われているわけで、青年将校たちは次の総理大臣が誰になるかを注視してたのか。そうだな。政府中枢や軍中枢が混乱する中、夜明けに事態が動き出す。それは午前8時に昭和天皇の強い要望で、参謀本部から青年将校は原隊復帰することという報局命令が上奏され、昭和天皇が即座に裁可したこと。昭和天皇は事件直後から青年将校に怒りを燃やし続けており、軍内にある青年将校の精神を汲んでほしいという意見を一蹴した。また午後1時頃に岡田が官邸から救出され内閣瓦解は防止されたこと、天皇の意見が軍中枢に直接伝わったこともあり、陸軍は青年将校鎮圧へ舵を切る。安藤は昭和天皇の意思を知らぬまま、午後6時に戒厳司令部より命令を受けて、比叡神社のそばにある高級料亭行楽へと移動する。料亭には昭和維新に賛同する者が次々と激励や差し入れを届けに訪れており、安藤は束の間の平穏な時間を過ごす。だが、ついに青年将校たちは討伐対象になると？ああ。事件から2日目の2月28日午前0時に、部隊の原隊復帰を促す報局命令が出る、という情報が青年将校に伝わる。報局命令は午前5時に戒厳司令官に下達されているが、今は青年将校を刺激すべきでないとして、正式に実施はされなかった。正木や山下が磯部たちを説得し、兵士の父兄数百人が歩兵第3連隊司令部前に集まり、抗議や説得の声を上げる。午後11時に部隊に武力鎮圧の命令が下る中、青年将校たちは徹底抗戦を主張し、彼らは首相官邸や三宅坂、国会議事堂などに陣を構えた。ちなみに安藤部隊が陣を構えたのは、赤坂にある山王ホテルだ。徹底抗戦か。軍部や政府が本腰を入れて青年将校を鎮圧すると決めたなら、安藤たちに勝ち目はないわね。借り出された兵士も気の毒だけど。ああ。そして青年将校が抗戦を諦めたのは、事件から3日後の2月29日午前8時頃から飛行機で兵士たちにばらまかれた、下士官兵に次ぐというビラだった。これは青年将校に借り出された兵士たちに直接帰還を促す作戦で、ラジオ、アドバルーン、直属上官による涙を流しての説得なども行われる。これは絶大な効果を発揮し、各地に点在した下士官兵たちは続々と帰還。強硬派の磯部ももうこれでダメかなと悟り、投獄を決断した。ただ安藤は僕自身の意思を貫徹すると投獄に反対し、第6中隊の隊員も安藤と死ぬ覚悟を固め、誰もかけることがなかった。最終的に安藤は磯部の説得に応じるが、とある覚悟も固めていたぜ。まさか、ああ、安藤は兵士を整列させて最後の訓示を与え、皆で我らの6中隊の歌を合唱するよう命じた。そして曲が終わった瞬間、安藤は喉元に自らの拳銃を発射して昏倒する。ただ発射直後に部下が静止し手元が狂ったため、安藤は陸軍病院で手術を受けて一命を取り留めた。他の青年将校は、軍法裁判で昭和維新の正当性を主張する法廷闘争を決意し、2月29日午後17時に逮捕される。この際に、最も法廷闘争を決意していた野中が自決するが、この自決は説得に訪れた山下や井出に強要されたという説も根強い。野中の死の真相はわからないけど、青年将校の昭和維新、いや 2.26 事件という名のクーデターは終わるのか。青年将校の戦いは法廷闘争に持ち込まれたと。いや、軍法会議は4月28日に行われるが、非公開かつ動機の審理も行われなかった。理由として永田を惨殺した相沢の軍法会議が、通常公開の形で行われたことで、相沢ら青年将校の思想を世論に訴える場に変わったことが大きい。回復した安藤も軍法会議で裁かれるが、昭和維新の精神を訴える機会は封じられる。また 2.26 事件を経て統制派と行動派の派閥争いは統制派が勝利し、荒木や正木は3月10日に予備役軍人となる。山下や牟田口連や大佐など、予備役を免れた行動派の面々も陸軍中央から大陸送りとなり、軍部における行動派は壊滅する。さて統制派による行動派へのカウンタークーデターが進む中、安藤にもついに処断が下される。処断？ああ。7月5日に安藤を含めた22名の第一次処断が言い渡され、安藤ら16名に死刑判決が下る。安藤は7月12日に銃殺刑に処されたぜ。安藤たちの刑は旧東京陸軍刑務所敷地で行われるが、刑場の隣には過去に安藤が、秩父宮から教えを受けた代々木練兵場が存在した。過去の思い出がよぎったのかはわからないが、安藤は死の間際に、秩父宮殿下万歳と叫んでいる。安藤は最後まで秩父宮への恩義を忘れずにいたのか。秩父宮は、軽視した安藤をどう思っていたのかな？それはわからないが、秩父宮は青年将校にシンパシーを感じていたとされる。
秩父の宮は 2.26 事件が起きた時、弘前の歩兵連隊の大隊長を務めていたが、翌日の夕方に上京し昭和天皇に拝謁している。翌日に秩父の宮は叱られたよと述べており、昭和天皇の意図反することを述べたのかもしれない。また安藤銃殺後も関係者たちの裁判は続くが、翌年8月14日に青年将校の理論的指導者として、北一輝と西田三次に死刑判決が下る。西田と違い北は事件に直接関与しなかったが、青年将校に与えた思想的影響については逃げることなく認め、8月19日に村中磯部と共に刑に処された。ちなみに 2.26 事件の黒幕説が囁かれた正木は9月25日に無罪判決が下り、相沢は安藤より早い段階で銃殺刑に処されているぜ。相沢の有罪は当然としても、正木は本当に事件に関与しなかったのかしら。一応そういう扱いになっているがな。さて 2.26 事件では青年将校の手で多くの犠牲者が生まれたが、一方で命を繋いだ者もいる。それが鈴木貫太郎侍従長だ。鈴木は安藤に襲撃されて瀕死の重傷を負ったはずだけど、一命を取り留めたのね。ああ、鈴木は重傷ゆえに侍従長こそ退任したが、太平洋戦争末期の昭和20年1945年4月7日に総理大臣に就任し、戦争の幕引きという大役を担う。他の青年将校が鈴木を襲撃していれば、鈴木は確実に暗殺されていたはず。大げさだけど、安藤の判断は太平洋戦争の戦局に、とても大きな影響を与えたと思うの。私もそう思う。鈴木は安藤の軽視を知り、安藤がとどめをあえて刺さなかったから自分は生きることができた。彼は私の命の恩人だと述べた。また司会のような立場にいたから、やむを得ずああいうことになってしまったのだろうが、思想という点では実に純真な、惜しい若者を死なせてしまったと思うとも述べ、安藤の死を忍んだぜ。さて安藤照蔵は行動派の青年将校として、国家改造を目指して昭和維新、いや 2.26 事件を断行する。彼らの行動は認められるものではないが、安藤は可視感や統制派など、立場を超えて皆から信頼される優しい人物だった。過去に行動派と統制派の熾烈な派閥争いがあったこと、対立の末に 2.26 事件が起きたこと、そのことを私たちは忘れてはいけないな。今回は安藤照蔵の生涯について解説したぜ。安藤は父の影響で国学や儒学を学び、部下や国民のために命を投げ打つことを常とする生き様を貫いた。満蒙の危機に昭和恐慌と国内外で様々な問題が山積する中、安藤は命を投げ打ち昭和維新を断行するが、それは昭和天皇から強い怒りを買う。秩父の宮に鈴木、長谷山下と名だたる軍人や皇族から一目置かれるあたり、2.26 事件さえ起こさなければ、安藤は陸軍を背負う人材になれたのかな。陸大こそ進学していないが、それは間違いないな。2.26 事件はクーデターであり、安藤たちの行動は許されることではないが、安藤を慕う者が多かったことは事実。事件に加わった可視官兵たちは適法な出動と誤認し襲撃に加わるが、副隊後も軍で冷遇され、中国島の戦場の最前線に駆り出され戦死する者が続出。それは安藤率いる第6中隊も同様だったが、隊員たちは事件から1年後に安藤を忍ぶ安納会を結成し、それは太平洋戦争終結後も続いた。安は安藤隊員の頭文字、王は三王ホテルの王から取られているのかな。元隊員たちは 2.26 事件に駆り出した安藤に対して、不平を言わなかったの？いや、隊員たちは立派な中隊長の部下であったことを誇りに思うと述べ、安藤を批判する者はいなかった。だが隊員の高齢化も進み、安納会を支援し続けた安藤の妻房子夫人が、平成8年1996年に亡くなったことで、安納会の歴史は同年に幕を閉じる。60年、長いわね。事件から60年が経ても人望を得続けた安藤は、事件を起こさなければ良き上司や教育者になれたと思うの。だからこそ、2.26 事件を起こしたことが悔やまれるわね。その通りだな。以上で、ゆっくり解説安藤照蔵の生涯を終了するぜ。もし少しでも良かったと思ったら、最後に高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。